はい、それでは続き終わっていこうと思います。ちまちま動画はまだ続きます。ではね、今度はここティッシュでくっつけていこうと思いますと、今回でもティッシュでつけるところってこの形の整形的にもうここしかないよね。ここはシャーシの方についてくるんで関係ないかなと。ここは塗り分け、あとここはもうね、こんな形してるね、一体整形というわけのわからない素晴らしい技術が使われているので、今度はヘッドライトをガッチリつけていきましょう。だからヘッドライトをね、しっかり再現される方はまあいらない作業ですよね。でシート、首板、しっかり作っていくために何個いるだ、1234だから8個、1234、小さい、足りない、足りない雰囲気、1、2、3、ちょい足りませんでした、まあ、こんなに大きい必要があるかって言われるとないんですけどね。意外と貼ってみたらこんなに大きくなくてもよかったですっていうのは、まあ、あるあるな話ですけど、これをもう一度折って厚みを、だからまあ最近っていうか、ほとんどのティッシュがね、2枚重ねになってるんで、まあ、計4枚重ねのような感じになってますね、これで。でこれをここにこうやって貼って強化していきますよという感じでございます。いいよ、あ、この瞬着もうダメかもしんない、なんかすっごい形になってる。何これ、まあいいや、まだ使える。ちょーんと、でこれね、ティッシュをこれ、まあ、よくやられる方はお分かりの感じだと思うんですけど、色がティッシュの色が、下の色が透けるまでねビチョッとつけないと中がスカスカなティッシュになっちゃうんで、こんな感じ。いや遠くて見えねえしっていうね。だからこの色の変化をねちょっと今度見てもらえたらなと思います。ここでやればいいね。まずこれ折るじゃないですか、ポキッと折って、でここに当てるんですけど、まあこの辺でいいか。でこんなティッシュだから大きくある必要はなかったね、ここまで貼るからさ。まあその辺は干渉しないところから考えないようにしましょう。でこれ今真っ白なティッシュの状態なんですけど、これをこう垂らすじゃないですか、こうやってチュッとこう、でティッシュの色がだんだんこう変わっていくんですよね。このまだ白いうちは空気が入ってますよっていう合図だから、ここちょっとアングル的に分かりづらいな、ここちょっと白いですよね。白いところは空気で浮いちゃってるから、これがちゃんと下の色がこうなるように、下の色がなるようにってなんだ、下の色にね、こうちゃんとこう色がしっかり空気が入ってない状態にしてあげないと宙に浮いちゃってる状態になってるんでよろしくないんで、だから結構な量をつけるんですよ、こんな感じでね。もう色がこれでね、ほら空気の場所、ここあとこの辺か、空気の色だから、この特につなぎ目のこの部分、この辺なんかどうでもいいんで、このつなぎ目の部分は特にこうね、ちゃんと色が、下のね、キットの色が出てくるように、ビシャッとこう、たくさん大量につけてあげましょう。まあ、めちゃくちゃだからといってね、もうボダボダにやる必要はないんで、そうすると今度裏面に出てきちゃって、後で処理がめんどくさくなるんで、まあ、加減はね、慣れてくればなんとなくわかるかなと思うんですけど、こうやってね、乗せます。でこの辺から、まあ、大きさに余裕があるようでしたら、この辺からもうそのつなぎ目にいきなり流すんじゃなくて、この何もないところから一回こうつけて、でこうティッシュをこう固定してあげるようなイメージかな。まあ何でもそうなんですけど、固定イメージをこうねすると、あ、これちょっとつけすぎたかもしれないっていうような感じかな。ちょっとこうボタッとしちゃってだけど、まあ、こうやってねしっかりピタッとくっつけて、隙間なく
こう瞬間接着剤でね、まあ瞬間といえどすぐのすぐには乾かないんですけど、まあ作業は早くやってあげた方がいいです。ちょっとまだ予定なんですけど、絵に描いていろいろ説明する講座っていうと言い過ぎだな、まあ鍋さん的なね考え方ではあるんですけど、今実際こういうのってテスタロッサを鍋さんと同じように作る人にはやっぱり分かりやすいって言うとちょっとね、いやそんなことねよ鍋さんって言われちゃうあれなんですけど、まあ常に何でもそうですけど、こうくっついててイメージしながら物って作るとできるできないっていうのがね、できなかったこともイメージできることによってできるようになったりするじゃないですか。だからそういうね動画もちょっとやっていこうかなって思うんですよね。まあそれがね、いや鍋さんそうは言うけどなんか意外と分かりづらかったよっていうふうにもなるかもしれないですけど、やっぱり何事もこうね理解しながらやっていくとうまくねできるだろうし、この常にみんながね、皆さんが鍋さんと同じものを作ってるわけじゃないんで、あこういう時に鍋さんが言っとったらこういうふうにやればいいんじゃないかなみたいなさ、そういうヒントになるような動画にねできればやっぱりいいかなと思うので、やっぱりそのね絵に描いて説明してこういった時にはこういう風な感じでやるとうまくできますよ、できるんじゃないかなっていうようなね、できますよって決めつけちゃうとね良くないんで、まあそれでもわかんねえっていう時にはやっぱりね制作会の時とか皆さんに来てもらって実際にその場にちょっとこれだったら鍋さんどうやってやるみたいな、でも結構言われあったんですよ。前回の制作会の時にもですね、こんな感じでつってちょっとここ教えてもらいたくてっていうね方とかねいらっしゃったりしたんで、やっぱりそういうのをね制作会の時には制作会のその良さっていうのがあるんで、やっぱりこうリアルタイムでこういろいろ聞けるじゃないですか。まあっていうと鍋さんなんかそのねプロじゃない、あ足りなくなっちゃった、ちょっと新しいの持ってきますわ、キャップ、新しいの、壁にかかってる、はい、持ってきました。すみません、なんか今動いたら何撮ったか忘れちゃった。まあそういうねやっぱりリアルタイムで聞けてどうのこうのとかいろいろあったりとかねするんで、それはそれでいいんですけど、まあ本当ね動画の方でいろいろこう絵を描いてこんなイメージですっていうのをねいろいろ皆さんにお伝えできたら多少ね普段のどうでもいい動画が多少はためになってくれるかなと思うんですけど、まあ言うてもね鍋さんそんな動画レベルのものしかできないんで、ね、そうめちゃくちゃプロ並みのことはできないんですけどね、まあここの細かなところではどんな現象が起きてるんじゃないかと、起きてるんですよってちょっとね断言はできないんですけどね、ちょっとこうイメージを少しでも皆さんにお伝えできて、皆さんがね作る時にこうここでこんな風な感じのことを今やってるっていうのがイメージができると、できなかったこともねちょっともういい加減こんなに近づけなくていいか、できるんじゃないかなと思います。できるイメージをすることがねやっぱり大事だからね、いやそんな無理みたいなねことよりもやっぱりできるできると、何でもそうじゃないですか、結構ねできると思えばできるっていうのはまざらでもないですね。いやでもやっぱりやったことなければできなくて当たり前なんですよ。料理でいうとね鍋さんオムライスが作れないんですよね。何回作ってもなんかオムライスっぽくならない、
なぜだ、だし巻き卵は作るようになった。もうだし巻き卵が全然作れなくてすごい困ってて、どうやったらできるんだろうって。まあさすがその時ね、 YouTube ですね、YouTube でね、だし巻き卵作ってるところを見て、こういう手順で作っ、なんか巻いてますみたいなのを見て、ああなるほどねって真似してみようみたいな。まあそうしたらいい形ができた。うん、やっぱりそう動いてるものとかそういうのとかね、なんとなくイメージして、ああなるほどねみたいな、それと真似しながらどうだろうみたいな感じでやってったらできたみたいなね。まあ私の動画でもね、まあプラモデルではあるんですけれど、そういったのはね皆さんにお伝えできたら、やっぱりこうね一番いい動画になれるんじゃないかなと思って。これこの後速乾性の、あ速乾性じゃない、効果促進スプレーはまあ別に吹く必要はないかなと思ってます。このままこのね、もう要はまあ完全に効果はしてるんですけれど、完全にそこそこ効果はしてるんですけれど、もっと作業を早めたいからって言って効果促進剤を吹く必要もないんじゃないかなって思ってる。このままサフ吹いちゃっても問題ないと思うんだよね。まあ、気になる方は吹いてもいいと思うんですけど、結構表面が劣化したりするんで、劣化っていうといかんか、表面が若干溶け気味な感じになったりもするんで、まああんまり自分はやらないかなって感じかな。なんでどうかな、びっちゃびちゃに、びっちゃびちゃっていうほどじゃないけど、まあ結構多めにつけてやって、ちゃんちゃんちゃんとか、こうね色が変わるような感じでしっかりくっつけてあげれば、なかなかねこうね計4枚重ねになってるからぴったり完璧にはくっつかないんだよね、分厚すぎて。だけどまあそれもね思いながらちょっとこうできるだけ濡らし、まあびしょびしょに濡らしたり、よしできました。まあこのぐらいでいいでしょう。まあ、これで割と完全に硬化してね、かなりコメントでいただいたんですけどね、ラジコンやられる方もなんかこういうね裏にこう何か貼ってかと、今全然映ってなかったんじゃない、ごめんなさい、申し訳ない、マジで申し訳ないです。こんな感じでしまったな、今全然聞いて見てなかったな、申し訳ない、本当申し訳ない。まあ、こんな感じでもうガッチガチに固めましたね。もうこういうふうに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 、もう四方からね固めてあげて、こんな感じです。時間どうですか？ああまだ早いという感じで、これでですね表から見てもらうと分かるんですけど、割とこうね最初の仮止めがあったおかげでボコッと膨らんでもなくみたいな感じで、こっちからこう触ってもねあんまり変化がない、素晴らしい。大丈夫かな、いいかな。まあもしあってもですね、こうキュッキュッキュッキュ、最初の1枚つらい位置にする磨きの時にうまく調整してあげれば、まあなんとかことを収まるので大丈夫でしょう。まああとでね1枚めくってみればわかるかなと思いますので、よしではここまでにしますか。よしでは次回ですね、ちょっと動画短いけど、たまにはねこんな時もあると思いますので、ここで一旦止めさせてもらって、そうなるとこれいらないね、もうねこの目のパーツね、これはポイです、箱に戻しておきましょう。で次回サフを吹いていくんですけど、じゃあサフを吹くものというのはこれと、もちろんここに映るこのカバーと、このサイドミラーと、この横にねダクトの部分ですね入るこのパーツ2つと、エンジンのこのカバーですね、ここですね、につく、これ。で、これは箱に戻す。これだけですね、とりあえずは。まあ、あと気づいたらちょっと増えたりはするかもしれないですけれど、今日、とりあえずは次回、これだけを、サフを吹いていきます。よし。
では今日はこの辺で、では一旦止めさせてもらいます。